皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今回ご紹介するのはこちら、鮮やかなケイトウをご紹介します。ケイトウもとっても人気で、もう夏から秋にかけても欠かせない植物ですね。もう夏頃からね出回ってきて、もう遅くはもう秋の晩秋11月頃までこの美しい姿を楽しむことができます。どうしても冬の寒さには弱いので一年草扱いではあるんですが、逆に言うと長くね夏から秋まで楽しめる丈夫な植物ですので、とってもおすすめなんですね。特徴としてはやっぱりこのモフモフとしたですね、花ですよね。で色も鮮やかで、赤もあればピンク、オレンジ、黄色などいろいろなねカラフルな色が楽しめます。で形も様々で、これで小さいねキャンドルみたいな花がたくさんこうやって、でこれ種をそれぞれねたくさん植え付けてるんで、いろいろなカラーのね、はい、ミックス植えなどもあります。で形や高さもね、いろいろ様々なので、本当に系統だけで十分美しい花壇や寄せ植えも作れるぐらいとってもおすすめな植物です。なんといっても育てやすいので、今日はねおすすめのポイントと育て方、そちらをお伝えしていきたいと思います。それでは参りましょう。さあまずですね、ケイトウという名前がインパクトある名前ですよね。ケイトウって漢字で書くと鶏の頭って書きます。ケイトウ、よくこの質感からケイト、あの糸のケイトから来てるんじゃないかと思われる方もいらっしゃるんですが、鶏の頭、トサカから来てるんですね。言われてみると確かに鶏のトサカみたいですよね。やっぱり代表的なのは赤なので、そこからのイメージで名前、これ和名です。でよくセロシアっていう名前でも売られてるんですよ。でセロシアって書いてあると系統とは別のものだって思いがちなんですけど、一緒です。系統は和名です。セロシアは、まあ、学名や属名、まあ、世界共通の名前としてセロシアがあります。分かりやすいのがこちらもね、系統って書いて売ってますよね。系統のスマートロックという品種ですね。ですがラベルを見ていただくとセロシアスマートロックとか言いますね。そうなんです、同じなんです。そういうことなので、まあ、系統と呼ばれるものも正式名称学名などはセロシアホニャララっていう名前がついてるんですね、まあ、そこは勘違いされないでください。でどちらもね本当にとっても綺麗に楽しめる植物としてセロシア系統という名前で売られてますからね。でいろんな種類があるっていうのも特徴的で、今みたいにもう本当にこうちょっと円錐型のようにね花が咲くようなタイプで、同じく円錐型なんですが、もう本当キャンドルみたいに結構比較的低めの位置でたくさんね、これ実は種いっぱい植え付けてるってことなんですよ。一本一本なんですけども、たくさん種を植えて低めの位置でこうたくさん咲くミックス植えして売っているものもあります。でぐーんと伸びたタイプですね。こんな風に伸びてドーンと大きめの、まさにトサカのようなものが咲いているものもあれば、あとはあのクルメ系統って言って、よくお彼岸などの時にもね、あの花束で使われるものなんですけども、こう丸みを帯びた感じになっている系統、ちょっと写真も出しておきます。このような形ですねっていうものを見たことありますかね。これも系統の一種なんですよ。いろいろ実は本当にいろんな品種があるので、背の高さもね多種多様なので、もう花壇、寄せ植え幅広く使えるっていうのもおすすめのポイントです。でセロシアっていう名前、そうだそうだ、セロシアっていう名前がそもそもギリシャ語で燃焼ですね、燃えるって意味があるんですね。まあなので本当炎のように見えますよね。なので最近だとこういった細かいタイプ、小さめのタイプのものをもうキャンドルに見立てて系統ケーキみたいな感じで鉢に植えて楽しんだりもしますのでね、本当にいろいろな楽しみ方ができます。でそれではいよいよ育て方にいきたいと思うんですが、まず苗を手に入れていただいたらですね、やはりこのままのポット苗ですと窮屈ですから植え替えてほしいんですね。ただここでまず一つ目の注意点があります。植え替える際は根はいじらないこと。はい、他の動画でもね再三申していますが、その根の張り方皆さん覚えていますでしょうか。大きく2つのタイプ、このね付け根のところからたくさんの根っこを生やすヒゲのように生やすヒゲ根タイプと、もう一つ何でしたっけ、そう直根タイプといって、ごぼうのように太い根をブーグーンと生やして、そのサイドから細かい根を生やす、その大きく2つのタイプがあるんですよね。で系統はどちらかというと直根タイプなんですね。なのでデリケートです。その元々のね根っこをいじられて傷つけられてしまうと、一気に枯れ込んだり全体が弱ってしまうってことにつながるので、根はいじらないこと、もう何もいじらずそのまま植え付けてほしいんです。でなるべく素早くですね、もう植え替えたら気づかれないようにささっ
と植え付けるっていうことをしていただきたい。本当言うと、まあ、種からもね育てられるんですけども、種をまいていただいて、もうそのままその場所にもう居場所、生きる場所を決めたら動かずに生きていきたい植物なんですよ。本当だと種からそういう風に育てていただくのがベストなんですけども、やっぱり苗でもねこんな風に出回って育てやすいですから、苗の場合はとにかくいじらず、根をいじられるのが一つのポイントです。で、鉢の大きさなんですが、あのねそれほどね難しく考えなくていいですが、まあ、基本のですね一回りから二回り大きな鉢に植え付けるです、一株の場合はですね、そのように考えていただければ OK ですし、寄せ植えにももちろんできます。その際に根をね傷つけないようにしていただければ OK ですから、まあ、難しく考えずね、どんなところにも植えられる植物です。で、続いて植え場所、置き場所ですね、鉢植えの場合の置き場所なんですけども、ここがおすすめのポイント、その1になります。暑さに強いんですよ。夏からねやっぱりこのように咲いた姿楽しめる植物なんですが、夏まあ暑いです今で。今撮っているのがもう8月の末なんですけども、まだまだ残暑厳しい夏ですが、その暑さ35度超えの日続くような時でも元気にねたくましく育ってくれるのがこのケイトウ。もちろんやっぱりね直射日光当たりすぎてしまうと葉っぱが焼けちゃったり弱ってしまう恐れはあるんですけども、それでもね比較的たくましくね生きてくれるのがこのケイトウなので、まあ夏何植えたいなって悩んだらこのケイトウやっぱりおすすめしたい植物です。で、秋まで長く楽しめますから、秋色深まっていくとより美しくなりますからね、おすすめなんですよ。で、丈夫っていうところで、で植える時の土ですね、土もそれほど選ばない、土もですねどんな土でも比較的生きてくれるたくましさを持っています。なので植え替えた際の土ですけども、もう土は基本的に一般的な草花用の培養土で OK です。まあ、気をつけるべき土としたらば、あの酸性の土ですね、サツキだとかブルーベリーだとかそういう果樹、まあ、サツキ花ですけども果樹などって基本的に酸性の土を好むのが多いんですが、そういった土を使ってしまうと酸性気味の土だとちょっと弱ってしまう恐れがあるので、まあ一般的な草花用の培養土のように酸性をちゃんと pH 調整って言ったりしますね、 pH 調整された土であれば大丈夫です。極端に酸性によっている土は避けるようにはしてください。で、続いて水やりなんですけども、水やりももうおすすめポイントのその2に入ってきますね。簡単です。基本の水やりで OK です。土が乾いたら、鉢の土ですね、庭、あの鉢植えの場合は鉢の土が乾いたら、そこから流れ出るまでたっぷりとやると、土全体が湿るまで一度にやる量はたっぷりやる。でも頻度としては土がしっかり乾いたら持ち上げて軽くなったりして、ね、確かめていただいて乾いたらやる、これでいいんです。もう基本のやり方やっていただければ OK です。庭植えの場合もですね、もう基本的にはもう雨がね、定期的に降っているようでしたらもうそれで OK っていうぐらいです。ただやっぱ極端に毎日ね乾いているような時はしっかり水やるようにしてください。目安としてはですね、こんな風に水をちょっとねこれしばらくやらないでいたんですよ。そうすると葉っぱがプターってこんな風に下に下がります。わかりやすくね、水欲しいよってサイン出るんですよね。こんな風になっちゃったらね、しっかりねやっぱり水をやってください。で、あまりにもやっぱ乾きすぎるともう傷んでねダメになってしまいますから、そこはご注意くださいね。でも基本の水やり、土が乾いたらやるで OK です。はい、続いて肥料ですけども、もうこれが一番のおすすめポイントになりますね。おすすめポイントその3、肥料いらずです。まあ、ほとんど肥料がいらないっていうことですね。どうしてももう冬は寒さにやられて、まあ、枯れてしまう一年草扱いの花ですので、まあ、そこまでしっかり生きてくれればいいんで、肥料はねさほど必要ないぐらいたくましく生きてくれます。もともとの自生地も痩せた土地といってあまり肥料分がないような土地でも生きるような植物ですから、まあ、それこそ植え付ける最初の植え付ける際に元肥っていう最初の入れる肥料ですね、まあ、もしくは元肥入りの培養土も売っておりますので、そういったものを使っていただければ最初の肥料だけでもいいぐらいです。で、まあその後ちょっとやっぱり弱ってきたかなと、葉っぱが黄色くなってきたりしてるなって場合は、もしかしたら肥料不足の可能性はありますので、そういった際は置くタイプの肥料ですね、草花のような置くタイプの肥料でいいので規定量ですねやっていただければ OK です。で、逆に言うとですね、肥料やりすぎ注意なんですよ。肥料をたくさん与えてしまうとですね、葉っぱや茎ばっかり伸びちゃって、この綺麗なね鮮やかな花がなかなか咲いてくれないっていうことにつながっちゃうんですね。特に窒素分、窒素分っていうのは葉や茎などを成長させる成分、あの肥料三大要素の窒素、リン酸、カリウムってあるんですけども、窒素分が多すぎるとそのようになりやすい傾向にあるので、まあ、やるときは基本的には草花用のですね肥料分、基本的な肥料で OK ですので、そういったものをやる場合はですね
規定量よりも少なめでもいいぐらいでやっていただければなと思います。まあほとんどだから肥料をやり忘れたとしても元気いっぱいね、秋の深くまで楽しめる植物なんでおすすめです。で、ちょっとまあこぼれ話になっちゃうんですけど、ケイトウの仲間のような感じでハゲートウって売られているのをご存知でしょうか。これが実は置いてました、ハゲートウというものです。まさに葉が美しいケイトウのような植物なんですね。なのでハゲートウっていう名前で売られてるんですよ。まあなんといっても葉が魅力的、カラーリーフの一種として売られております。カラーリーフってのが葉がね色づいたりしてもう美しい葉を楽しむ植物なんですけども、ハゲートウってついてるんでこれもケイトウの仲間であろうと思われるんですが、実はこれね属が違うんですよ。ケイトウやセロシアっていうのはケイトウ属、セロシア属なんですね。じゃあハゲートウは何属かというと比喩属に分類されているので、まあその植物とまあ本当に厳密な話になっちゃうと属は違うよっていう、まあ、本当にこぼれ話なんですけど、でも同じようにね系統のように楽しめる植物なので、まあ、一緒に植え付けていただいてもねいいかなと。最近人気ですからね、こういったハゲートも楽しんでみてはいかがでしょうか。もうこんな風にとっても管理が楽なんですよ。なので毎年ぜひね夏から秋にかけてはもう欠かさず育ててほしいなっていうのがこの系統です。他の花にはないやっぱり魅力として、このもう触り心地もいいね独特な花っていうのがありますから、いろいろ楽しみ方をしてねぜひ皆さん楽しんでいただけたらと思います。というわけで、ケイトウをぜひ触ってみたいなと思われた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、みかん今寿司の趣味は園芸チャンネルでした。ありがとうございました。